韓国の最新の防衛白書で、日本が格下げ扱いされたことが日米両国からの注目を集めているね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか考えるのは当然だが、本来は国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があるよな。今回は軍事における韓国との関係性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国に配備されている F-35 ライトニング2ステルス戦闘機 A 型 F-35A は最先端の技術を有する第5世代戦闘機として区分され、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素でもあるよね。F-35A は、そのステルス性能や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているのも間違いないよ。また、中国が日常的に行っているスパイ行為の指摘については、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必須だな。無論各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集しなければならず、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるぜ。日韓とその周辺地域全体の安全保障環境を考慮するなら、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうね。日韓の F-35 ライトニング2戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定となっていたよ。一方で日本はより広範囲な計画を持ち、A 型と B 型の合計147機の購入が決定しており、この大量購入の背景には、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求が詰まっているな。価格に関するところで言うと、日本の場合、F-35AB の平均単価が約116億円と高額であることが報じられているぜ。そこには技術移転の一部の他に、機体の最終組み立ての容認、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているらしい。一方で韓国はこれらの追加コストを避けるため、アメリカで完成した既成戦闘機を直接購入していて、それで韓国は日本よりも比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んだよ。ただし、韓国が選択したこの契約は、技術移転や国内での産業参画の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性が浮上したんだ。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制に関しても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索しているらしいが、そこには国内での整備能力の構築や他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるだろうな。このように、日韓の F-35 導入計画は各国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているってわけだよ。アメリカからすると F-35 プログラムの契約において、韓国空軍のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由が存在するね。まず、このアプローチは整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持、情報管理を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を狭めることで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるわけだな。また、日豪には初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、当然これらの国への配慮も含まれているぜ。これは日豪が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、そこで整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するってわけ。韓国としては、国内での F-35 の整備能力の構築を進めたいと考えている反面、初期の契約では他国の整備拠点を利用することにも合意していたみたい。ところが2024年4月、それを覆すかのように韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したため、
キョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した格好となるな。この契約が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになっていくだろうし、政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、アジア各国は最適な解決策を模索していかなければならないと思うぜ。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトには多くの課題があり、中でもインドネシアとの共同開発が不透明な状況にあったね。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が発表されたことにより、KF-X プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆していることが、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるとも言われているよ。また、韓国の KF-X 戦闘機の開発に必要な費用が1機あたり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいというのも間違いないな。これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機を非常に低価格で調達できる状況と比べると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状において、KF-X のコスパが疑問視されるのは避けることができないだろうからね。そもそも韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがある一方で、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題となるように思えるよ。KF-X プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、中国や北朝鮮との地政学的な要因にも左右されるだろうな。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトは、さらなる地域の防衛力の増強や産業技術の自立を目指す野心的な試みであるが、様々な課題を抱えているのは間違いないぜ。この度 KF-X の開発費用が1機あたり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があるけども、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われているのも事実だね。インドネシアとの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているとともに、東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が韓国の武器購入政策にどのような影響を及ぼすか注目されているよ。アメリカが F-16V をインドネシアに売却することが、どの程度の政治的な配慮を必要とするか、その決定が中国との関係にどのような影響が出てくるかも懸念されるみたい。KF-X プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機自国開発における最も困難な課題の一つであるが、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存せざるを得ない現状だな。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっており、それは韓国だけでなく、日本も含む多くの国が直面している問題でもあるわけだ。しかも、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカだけでなく、仮想敵国のロシアや中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々の中でも特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるため、このような国際的な技術依存を脱却するがごとく、韓国が KF-X プロジェクトを通じて克服しようとしているとも見えるね。この挑戦がどのように進展するかは個人的にも楽しみであり、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年7月25日、陸上自衛隊のトップである森下康臣陸上幕僚長が記者会見において、陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊の発射訓練を小笠原諸島の南鳥島で実施するとして、
射撃場を整備する計画があり、東京都と小笠原村に計画を伝えたことを明らかにしたよ。南鳥島は、東京都小笠原村小笠原諸島に属していて、本州からは約 1800km 離れている日本最東端の離島で、日本列島の太平洋側の沖合に南北に走る日本海溝よりもさらに東にあって太平洋プレート上にある唯一の島であることから、太平洋プレートの動きを監視するために電子基準点が設置されているな。今回は小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を整備する件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。そんな南鳥島は一辺が約 2km の三角形をしていて、最高地点の標高はわずか2、9メートルと平坦で、島の周囲は珊瑚礁であるために浅くなっているが、北西太平洋海盆にあることから珊瑚礁の先はいきなり水深1000メートルとなる断崖になっているよ。島には1935年昭和10年までグアノを採掘するために住民がいたが、現在は民間人の定住者はなく、飛行場施設を管理する海上自衛隊硫黄島航空基地隊南鳥島航空派遣隊約10名と、気象庁南鳥島気象観測所約10名に関東地方整備局南鳥島港湾保全管理所3名の職員が交代で常駐しているだけで、一般人の立ち入りは禁止されており観光目的で訪れることはできないんだ。2012年6月に東京大学の研究チームが島の近海海底に日本で消費する約230年分に相当するレアアースを発見したと発表したことで注目されているね。防衛省の計画によると、南鳥島に設営されるのは陸上自衛隊が運用している長射程の12式地対艦誘導弾の射撃訓練場で、島の西側に発射機が配置され洋上に向けて発射するとされ、将来的には日本に対して攻撃を意図している敵基地を攻撃するための反撃能力として現在開発が進められている。12式地対艦誘導弾能力向上型や当初防衛用高速滑空弾などの長射程ミサイルなどの射撃試験や訓練にも利用されることになると見られているな。長射程ミサイルの発射訓練については、付近を飛行する航空機や洋上においては、航行する船舶への被害が発生しないようにするため広大な空域と海域を確保する必要があり、これまで日本国内では適切な演習場がなかったことからアメリカやオーストラリアなど外国にミサイル部隊を派遣して訓練を実施しているぜ。そのために外国との調整や部隊及び装備の移動に時間と費用を要するために訓練が制限され、ミサイル開発においても試験の場がないことで進捗の遅れにつながっていたわけだ。森下陸上幕僚長は地対艦ミサイルの射撃訓練はこれまでアメリカやオーストラリアで行っていて、訓練の機会や参加部隊が非常に限定されていたとして、国内に訓練基盤を持てることは訓練機会の安定的な確保や練度の維持と向上につながり、防衛力の強化に直結すると思っていると述べ、南鳥島で訓練を行う理由については島の周辺を行き来する船舶や飛行機が少ないことや、島に海上自衛隊の基地があることで、射撃訓練を行う際に防衛省が所有する用地を使用できることから選定したと述べたよ。また、南鳥島から最も近い有人島の父島や母島までは約 1200km の距離があり、現在運用されている12式地対艦誘導弾の射程が約 200km であることからその射撃には問題がないらしい。しかし12式地対艦誘導弾能力向上型改修は、第一段階として燃料効率に優れたターボファンエンジンの採用などによって、統合空対地スタンドオフミサイルジョイントエアープーサーフェススタンドオフミサイル JASSM の射程延伸型 ER や、長距離対艦ミサイルロングレンジアンティシップミサイル LRASM などの長射程ミサイルと同等の射程 900km 程度に延伸され、最終的にはアメリカ製巡航ミサイルトマホークに匹敵する 1500km の射程距離を目指すとされているぜ。この12式地対艦誘導弾能力向上型については、2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されており、
画像から判断する限りにおいて本体は1認識地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズであるだけでなく、その形状もまた変更されステルス性能が向上されたと見られるスタイルであることから、この画像を見た軍事専門家からは、1認識地対艦誘導弾とは全く別物となっているため、1認識誘導弾とは全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているね。さらに地対地ミサイル当初防衛用高速滑空弾においては2025年度令和8年度から、射程数百キロメートルのブロック1の配備を開始する予定とされ、2030年代からは極超音速で飛行して射程3000キロメートルでとされるブロック 2B の配備を開始する予定とされているよ。これら開発中のミサイルでは父島や母島が射程内に入るため島への誤射や漁船などへの被害が生じる可能性について懸念があり、小笠原村の住民の間では国防のために仕方ないとして容認する意見が多いと見られているが、不安を訴える声もあることからミサイルが発射される方角などについて、地元への説明については慎重かつ確実に実施する必要があるとの声が上がっているんだって。森下陸上幕僚長はミサイルを発射する方向に父島、母島があることから小笠原村から懸念が示されていることについて、発射を行う方向に船舶などがいないかを常にレーダーで監視することにしているとして、引き続き丁寧に説明して、不安や懸念の払拭に努めていきたいと述べたね。また小笠村を管轄する東京都の小池都知事はこの発射場計画について、7月25日に NHK の取材に対して、基本的に安全保障ということで国の戦艦事項になるとした上で、国境離島は重要な地域だが、小笠原村の理解を得られるよう配慮していただきたいと述べているぜ。政府と防衛省はこの南大東島の他にも、中国の軍事力による現状変更を強行する動きに対抗するため、防衛力の抜本的な強化が必要であるとして各地で部隊配備や施設の整備を進めているな。沖縄県にあって沖縄本島の東約 360km の太平洋上に浮かぶ北大東島には、近年中国海軍の空母艦隊などが盛んに南西諸島を越えて太平洋に進出して艦載機乗り発艦訓練などを実施していることを踏まえ、その監視のために航空自衛隊の移動式警戒管制レーダー部隊が配備されることになり、7月22日には北大東村が正式に受け入れを表明したよ。鹿児島県の種子島の西にある馬毛島には2023年1月から飛行場を有する自衛隊基地の建設が開始されていて、航空自衛隊機の訓練のみならずアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の、陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP にも使用されるほか、有事や災害時における救援物資などの集積場としても機能するとされ、4年の工期を経て完成となる予定だね。佐賀県の佐賀空港には、南西諸島などの島嶼防衛を担当する、長崎の陸上自衛隊水陸機動団が使用する V-22 オスプレイを配備するために、空港に隣接する土地に駐屯地を建設する工事が進められていて、2025年には開設される予定なんだって。また、海上自衛隊基地がある広島県呉市の日本製鉄の製鉄所の跡地に複合防衛拠点を整備する計画が進められていて、自衛隊装備品の維持整備と製造基盤などの複数の機能を持たせるとされているぜ。さらに、現状ではわずかな期間で弾薬が枯渇するとして懸念されている自衛隊の継戦能力を向上させるために、弾薬530棟程度を全国に展開させる整備計画があり、これまでに青森京都大分宮崎鹿児島沖縄の6府県への建設が決定したな。また、中国の海洋進出を牽制するための南西諸島への陸上自衛隊ミサイル部隊の配備も進められていて、現時点では宮古島駐屯地、奄美大島瀬戸内分屯地、石垣島駐屯地、そして沖縄本島の勝連分屯地に一二式地対艦誘導弾を運用する部隊と電子戦部隊などが配備されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国海軍はこれまで次々に自国開発の潜水艦を生み出す日本に対して、
日本に追いつけ追い越せとばかりに潜水艦建造技術をドイツから学んできたよね。その技術を習得し蓄積してきたことによって3000トン超の通常動力型潜水艦を自国で開発し建造できるまでになったぜ。今回は韓国海軍の潜水艦とサンアンチャンホについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。3000トン超級の通常動力型潜水艦チャンボゴ 3KSS3 のとサンアンチャンホ級のネームシップであるとサンアンチャンホは2021年8月13日に就役し、2番安部が2023年4月26日に、3番関心最高が2024年4月5日に就役していて、最終的には6隻の建造が計画されているよ。なお、韓国において潜水艦建造を担当してきた造船会社は、これまでキョンサンナムドコジェシオクポドンにあるテウ造船海洋とウルサン広域市東区にあるヒュンダイ重工業の2社で、トサンアンチャンホ級潜水艦ではトサンアンチャンホと安部がテウ造船海洋、新最高はヒュンダイ重工業が建造し、4番艦から6番艦まではテウ造船海洋に発注され5番艦まではすでに寄港されていたんだ。しかし2019年3月8日、テウ造船海洋の株主であった韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が、テウ造船海洋の売却に関する本契約を締結したためテウ造船海洋ヒュンダイ重工業グループ入りすることになったな。そのために韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が新たに持ち株会社として韓国造船海洋を設立して、その傘下にヒュンダイグループ系造船会社3社とテウ造船海洋が入る予定とされたのであるが、この買収には韓国国内における承認だけでなく日本や中国、果ては欧州においても独占禁止法などを所掌する当局の許可を得る必要があり、長い時間をかけて交渉に当たったものの、欧州連合 EU の当局の許可を得られずヒュンダイ重工業による買収は立ち消えとなっていたぜ。そして2022年9月、韓国産業銀行からテウ造船海洋の新たな売却先として、ハンファグループとの間で条件付き投資合意書を締結したことが発表され、ハンファオーシャンとして生まれ変わったのだったね。韓国海軍では1980年代から国産の通常動力型潜水艦を保有する計画を立て、そのための技術を潜水艦先進国であるドイツから学ぼうと考えて2段階に分け技術を取得する KSS 計画を立て、その第一段階として KSS1 計画を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。この計画は209型潜水艦を建造していたホバルツベルケドイツ造船 HDW のキール造船所において1番艦チャンボコサツキの建造を発注し、その際に韓国のテウ造船海洋の技術者たちをキールに派遣して建造技術を学ばせた上で、2番艦リセン及び3番艦チェムソンはドイツから艦隊のパーツを送らせてテウ造船海洋のオクポ造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法を取ったんだって。そして、4番艦パクウィー以降はライセンス生産によってテウ造船海洋が国内建造を引き受けることになったのであるが、18隻とされた建造計画は9番艦イオッキの収益で終了とされ、韓国の潜水艦建造計画は第2段階に進むことになって KSS2 計画が発動となり、次級のソンゴニル級の建造に移行したぜ。このソンゴニル1級潜水艦は209型と同じくドイツの HDW が開発した214型と呼ばれる輸出用通常動力型潜水艦で、基準排水量1700トン水中排水量1860トン全長65メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルとチャンボゴ級潜水艦と比べて一回り大きなサイズとなっているな。214型は非対機依存推進システム AIP が導入されていて、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増加された発展型であり、チャンボゴ級の建造による技術取得で潜水艦建造のノウハウを取得していたテウ造船海洋が建造を担当するものと見られていたんだけど、その予想に反してそれまで潜水艦建造経験がほとんどなかったヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったよ。1番艦のソンゴニルは2006年6月に進水したんだけど、
その偽装工事中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明したため、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に収益し、2008年12月に2番艦定置、2009年12月に3番艦アンジューコンが収益したんだ。しかし、1番艦ソンゴニルは収益後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦配備に就くことができないままも試験航行が続けられていて、2011年4月に改修のためドック入りしたものの、問題を解決することができずその後20ヶ月間も放置されていたぜ。そして1番艦のスクリュー騒音問題が解決できないまま2番艦定置、3番艦アンジューコンを収益させたものの、2010年にはこの3隻すべてが運用を停止されていたことを、朝鮮日報などが報じているな。その原因は、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりする問題が発生したためで、1番艦損元数で2006年から2009年の間にその現象が6回発生、2番艦定置では収益後2年間でやはり6回、3番艦アンジューコンでも3回発生していたらしい。原因は当初、韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したんだけど、ボルトが折れることはなくなったものの緩む問題は解決することができなかったため、HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく艦橋と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことが判明し、金属板などで補強して半年かけて解決したものの、その原因には韓国製造業における手抜き体質があったのではないかとも言われているね。その後の調査は続けられ、結局のところ韓国企業において潜水艦に使用される超高張力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因であることが分かって、4番艦以降については建造経験を持つ手を造船海洋と交互に建造することになったんだ。その後も損元一級通常動力潜水艦はトラブルが絶えず、搭載されていた非対機依存推進システム AIP は浮上せずに、数週間に及ぶ作戦行動が可能であるのが売りなのだが、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明し、ドイツなど他の導入国ではこのようなトラブルの報告がないことから、韓国で製造された燃料電池に不具合があったことが明らかにされていたな。この他にも4番艦まで全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を40デシベル以上も超過していたことが判明したが、それを解決するめどが立たないとして海軍では5番艦以降の要求性能に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めたらしい。その後もソンゴニル一級潜水艦が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生して、民間のタグボートに曳航されるなどのトラブルが多発しているぜ。そのような韓国の潜水艦建造事情の中で初めての国産開発潜水艦として登場したのがトサンアンチャン補給だね。トサンアンチャン補給は海上自衛隊の新鋭潜水艦体型型と艦体サイズなどが近いが、大きな違いとして対地巡航ミサイルなどを発射するための垂直発射装置 VLS が6機搭載されているよ。VLS には韓国が国産開発した最大射程距離は約 1500km 対地巡航ミサイルヒョンム 3C の発射が可能で、対地攻撃能力が重視されているんだ。ヒョンム 3C 巡航ミサイルは、2010年頃に実戦配備が始まった対地攻撃用の巡航ミサイルで、その最大射程距離 1500km に達すると言われてされ、北朝鮮や日本全土への攻撃が可能だな。韓国の潜水艦名にはトサンアンチャン砲をはじめ、朝鮮独立運動家の名が多く付けられていて、保有潜水艦20隻のうち、リセントチャンボ号を除く18隻に抗日活動家の名前が付けられ、その9割が抗日活動家で占められているのは、友好国としてどう見ても異常であり、日本を敵視しているとしか考えられないとする声は多いようだ。そして、ヒョンム 3C 巡航ミサイルの搭載は北朝鮮よりも対日本を意識したものだとして、KSS3 計画においてはこの先 VLS 数が増えるなど重武装化されているのは、韓国が実効支配している竹島を武力で取り返しに来る可能性が高いとして日本を仮想敵国として見ているとする見方も出ており、
韓国への不信感は拭えないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。